どうも、南浩一です。このチャンネルでは、ロアッソ熊本の試合を中心に、サッカーの解説を行っています。さてですね、今日はですね、昨日ですね、ロアッソ熊本のホーム開幕戦、鹿児島戦がですね、笑顔健康スタジアムで行われました。というわけでその試合を解説するんですが、今日はちょっといつもと違います、背景がね。実は私は、今長崎県に来てまして、金曜日から今日まで、日曜日まで、長崎県の方で、日本サッカー協会主催の指導者養成研修インストラクターという仕事の、いわゆる免許更新的な研修ですね。この1年間、指導者の方々にですね、私が講習をするための講習というのに参加をしてまして、昨日のホームスターゲームには見に行けませんでした。ですので、研修を終了後ですね、ダゾーンの方でしっかり試合をチェックして、見ましたので、解説をしていきたいと思います。残念です。残念ながら、ホームで白星は逃しました。2対2の引き分け。この試合でですね、本当は勝ち点3欲しかった。でもなぜ取れなかったのか。なぜ勝ち点3が取れなかったのか。そこのところをですね、今日は解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ではまず先発メンバーですね。ゴールキーパー佐藤、3バック右から黒木、小笠原、酒井、アンカーに川原、そして、中盤右に上村、そして、左に岩下渡る。彼が、プロ入り初先発。そして、トップ下には31番岡本帰ってきました。そして、3バック真ん中浅川、3フォワードですね。真ん中浅川、右杉山、左北村という、前節と同じ。前節と変わったのは、岩下選手と岡本選手が入りました。というところですね。こういったメンバーで先発出場でスタートした試合です。前半はですね、まずまずの内容と言えるでしょう。そして、37分でした。浅川選手がですね、アーリークロス、君に入れたボールが相手選手の手に当たったということで、ハンドの判定がありまして、浅川選手が PK を決めて、見事ゴール、先制点です。前半は、その直後にもね、浅川選手に大きなチャンスが来たんですけど、ゴールキーパーの正面を突くと、シュートが、そういったシーンもありました。1対0。で、ロアッソ熊本がリードして、後半に入ります。そして後半の、前半のシュート数がですね、確か、ロアッソが8本に対して相手は2本ということだったと思います。かなりですね、ロアッソが、いい形で展開したんではないでしょうか。そして後半に入ります。後半の9分、素晴らしいゴールが生まれます。サイドからのスローインでした。浅川選手がスローインをして、岡本選手と、ワンツーを交わしたりして、北村選手が関わって、そして岡本選手が、アーリークロスを入れます。そのアーリークロスに対して、なんと、身長165センチ、上村修平選手が、見事ヘディングで、見事なゴールを決めました。飛び込みましたね。いかにヘディングが身長だけじゃないということの証明のような、ちょうど空いたスペースにですね、見事なタイミングで飛び込むというゴールでした。ここまでは良かった。そして、内容的にもですね、ここまでの内容はかなり良かったです。そして、何が良かったか。前線からのですね、プレスがすごく効いてですね、相手コートに押し込んで、試合をする場面が非常に多かったんですね。このあたりまでは、3トップが前からプレッシャーをかける。その後ろの4番の中盤もしっかり連携して守備をする。それによって、高い位置でボールを奪えてたんですね。ところが、後半24分、相手のコーナーキックから、高さのあるウェズレー選手、ですね、184センチですかね。見事にヘディングでゴールを鹿児島が決めます。このシーンはね、確か、ロアッソ熊本今シーズンは、ゾーンディフェンスもね、コーナーセットプレー併用すると言ってましたんで、ゾーンで守ってたようなに見えました、私には。そこにですね、ウィズレー選手が空いたスペースに入ってきて、見事なヘディングシュートを決められました。で、2対1ですね。そしてこのあたりから、徐々にですね、その、ディフェンスの前線でのディフェンスの連携っていうのが少し、うまくいかなくなってきます。で、前線は追っていくんですけど、中盤で前を向かわれる。ちょうどそういうシーンがあったのが、後半の42分です。左サイドでした。ロアッソサイドの左サイドでした。前線からプレスをかけたんですけども、そこをいわゆる我々剥がされるっていうんですかね。剥がされてしまって、中盤で前を向かれて、起点を作られ、そしてペナルティエリア付近で一回ドリブルで持ち込まれ、そしてそれを作り直されて、米澤選手に渡ったボールを米澤選手が見事に右足でカーブの形ですね、ちょっと
右足のインフロントで巻いたシュートが見事にロアッソゴールに突き刺さるということで、2対2の同点。この後はですね、防戦一方という形になって、なんとかカラクも勝ち点1を取ったというふうなゲームになってしまったわけです。さて、このゲームのですね、まず、収穫からいきましょうね。収穫としてはですね、前線の、プレスがしっかり効いてた時間帯には非常にいいサッカーができたということですね。これはまあ、後からの課題とも裏表なんですけどね。もう一つ選手の起用の面では、7番の岩下選手、J リーグ初出場ですね。熊本県のアカデミーの出身の選手ですけどもね。彼が初出場して、岡本選手はね、昨年も中心で出てましたけども、新しいこの2人、非常にいいプレーしました。特に岩下選手はね、今後レギュラーに定着していくんじゃないかなっていうふうな希望の持てるいいプレーしましたので、こういった新しい芽が出てきた。そうすると、小島啓太選手、田尻選手ね、この二人が J リーグ初出場しました。こういった若い力がね、これからどん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 チームを押し上げていく。ここにね、光が見えます。ただ課題、これは大きく二つ。一つはですね、先ほど言いました、やはり、前線のプレスかけるときと、プレスかけるときに、中盤とディフェンスといかにしっかり連携をしてそこを剥がされないか。そういうディフェンス、まあこれは体力もいるしね、きついんです。わかります。なかなかね、そして戦術の理解がしっかり噛み合ってないとできない。難しいけども、そこが課題。そこをしっかり修正してほしい。そして、二つ目。前回も言いました。三点目の重要さです。2-0 になった後ですね、いいサッカーをしてたんです。ずっと。その時間帯に三点目が取れるチャンス何回もあった。これ昨シーズンのね、ゲームも何回も私ラジオの解説言いました。三点目取ろうと。三点目取ったらもうゲーム決められると。いい場合は、これがね、大量得点のゲームになる。リーグ戦ですから得失点差もある。3点目です。これが取れなかった。ぜひ3点取れるサッカーですから、目指して頑張りましょう。まだまだ始まったばっかりです。いいサッカーしてます。みんなで応援しましょう。頑張れ。ロスト。